ございます。ザリガニ親父ことバイリンガル YouTuber の高野が今日も行徳は駅前公園から皆様にコミュニケーション上の重要なポイントを一つお話しいたします。今日は3月は29日火曜日。先日ですね、今週はマーケティングをテーマに取り上げると申し上げました。私はですね、会社員生活30年のうちですね、半分以上マーケティングをやりました。マーケティング部長ですね、欧米の会社のマーケティング部長をやって事業部長になってたんですが、まあ、マーケティングはですね、思いっきり学びましたね。私の部下にはハーバードを出た部下とかですね、アメリカノースウェスタン、ケロク、MBA とかですね、私よりですね、できるマーケティングプロを持ってですね、まあコンサルタントも雇いました。アクセンチュアとかですね、そういうところのマーケティングのプロから思いっきり学びましたし、外の学校に行っても学びましたから、マーケティングについては自信があります。はい、今日のテーマはですね、マーケティングで一番重要なのはポジショニングというですね、ポジショニング、自分のこの製品をですねベストセラーにするためにはどういう位置づけをするかというのが最も重要です。これをですね、マーケティング用語でポジショニングと言います。ポジショニング、いや、野球のポジショニングとちょっと似てるかもしれません。どういうことかというとですね、簡単です。3つですよ。誰に何を何で買ってもらうのかということです。誰にって、お客さん何をってのはその製品の特質、なんでやっていうのが3つ目ですね。誰に何を何で買ってもらうのかということをしっかりと分かった上で売らないとですね、売れません。売れても大して売れません。はい、いい例を申し上げましょう。サイゼリヤのファーストレストラン、サイゼリヤのスパゲッティが一番売れてると思います。この国でもですね、一番売れてると思います。中国でもそうじゃないかな。大変前線してますから、中国でも。はい、サイゼリヤのですねスパゲッティがベストセラー、なんでかというとですね、ポジショニングに成功してるんですよ。はい、3つ言います。サイゼリヤのスパゲッティがナンバーワンな理由はですね、1つ、はい、誰にっていうのはですね、まああんまり金のない人ですね。金持ちはあんまりサイゼリヤ行かないと思います。高級レストランで食べてると思います。帝国ホテルとかですねまあそこそこなロイヤルホストとかですね。はい、何をっていうのはですね、そこそこうまい、そこそこうまくて腹がいっぱいになる、これが2つ目です。何をはそれです。そこそこうまい、腹いっぱいになるもの。なんではですね、安いからですよ。300円ぐらいで買えるから。はい、まとめます。なんでサイゼリヤのスパゲティがこの世で一番売れてるかというと、ポジショニングに成功してるから、それに狙ったですね方策打ってるからです。はい、あんまり金のない人にそこそこうまいスパゲティを安く売るからです。はい、以上、これがポジショニングです。さようなら。